輝く太陽のもとに開かれている東京レース場寮と発表された馬場には砂塵が待っています。馬場が乾いているので足元が滑るかもしれませんね。人気と実力を兼ね備えた桜爆心号、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、エルコンドルパサー。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気待機シャトル、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。桜爆心号と待機シャトル、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル、桜爆心号快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは桜爆心号、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、その外並んで11番、少し離れて12番、15番、追走、そしてその内を回って待機シャトル。2馬身離れて1番、外を通りまして4番、5馬身差エルコンドルパサー、1馬身差5番、8番、並びかけてきた。それを見るように2番、その外並んで14番、少し離れて3番、さらには春うらら桜爆心号先頭を進みますが、これは正解でしょうか。1着の的は桜爆心号、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま。このまま直線での争いになるのか。待機シャトル、まだ抑えたままだ。待機シャトル、うちで様子を伺う。最後のコーナー、先陣を切ったのは桜爆心号、突っ込んでくる。待機シャトル、4着を切りました。抜け出したのは桜爆心号、だが後続も追いすがる。2番手争いは待機シャトル、10番、待機シャトル完全に抜け出した。200を通過、強すぎる。待機シャトル、足色は衰えない。待機シャトル、リードは2馬身、強さを見せつけて。待機シャトル、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。待機シャトル、見事に完勝。ユニコーンステークスを制しました。2着桜爆心号、3着エルコンドルパーサー。